太平洋戦争における日本海軍の戦闘機部隊の一つ。護衛、迎撃、戦闘、特攻、陸戦に従事した。元山海軍航空隊は船爆連合隊として普通院新中を皮切りに太平洋戦争壁頭のインドシナ戦線で活動していたが、昭和17年4月に立港隊がラバウルに派遣される一方、戦闘機隊は インドシナに残留することになって、統一式が不可能になった。6月に、立候隊が内地に帰還したことを機に、戦闘機体も帰還したが、その際に、立候隊と完全に分離し、大港海軍航空隊戦闘機体を編入して、1942年9月20日、252区が木更津飛行場で開けたい。第11航空艦隊。 第22航空戦隊に編入。定数、戦闘機60。キサラズで連戦に1時。ソロモン諸島で、連合軍の反抗が始まったことから、252、空は、ラバウル進駐を目指して連戦が始まる。1942年11月1日進出、航空母艦大高に搭載し、キサラズ発。第一空襲部隊に編入。 11月7日、ラバウルキ。11月12日、初動、ガダルカナル島ルンガミサキ人地爆撃隊の護衛。11月17日、ブナ守備隊援護のため、来飛行場に進出。以後、連合軍の空襲部隊を迎撃。12月23日、ニュージョージア島ムンダ飛行場に、文献隊24機進出。12月29日、ムンダ文献隊。 進出翌日からの空襲により、壊滅、ムンダ飛行場を放棄。1943年1月3日、ブナ守備隊、玉砕。雷飛行場よりラバウルに撤退。1月4日ガダルカナルトを撤退作戦発動。支援のため部員に進出。1月25日ガダルカナルトを航空撃滅戦に参加。 1>, 1月28日バラレ島に進出。1月29日レンネル島沖海戦勃発、立候補隊を護衛。2月1日から7日けごを作戦支援。3月11日ラバウル残留隊、最後の戦闘。陸軍爆撃機のブナ攻撃、ナオエ任務で9機出撃。ブナ上空で連合軍の戦闘機、約20機と空戦を行い、18機の撃墜を報じる。 1943年2月20日転身開始。本隊はバラレよりカビエンに進出。一部はブイに残留。2月23日カビエンよりマーシャル諸島方面に進出。3月2日宣言隊、ウェイク島に到着。3月12日ラバウル方面残留隊、マーシャル諸島の本隊に合流カレー。全機クエゼリン干渉ルオットウェイク島。 ナウル島、マロエラップ干渉タロアに展開。4月21日ナウルに、敵機襲来、4機で迎撃。7月19日ウェイク島に、敵機襲来、B、B-24 撃墜2機、4機喪失。9月1日南鳥島に、敵機動部隊襲来、ルオット本体のウェイク進出を機と、後解除。9月18日タラワ島に、敵機襲来。 マロエラップ派遣隊の大半をタラワに派遣。10月1日ルオット本隊、マロエラップに前進。10月6日ウェイク島に、敵機動部隊、水上艦襲来。空襲、艦砲射撃で派遣隊機体喪失。11月19日ギルバート諸島全土とナウルで、タラワ上陸事前空襲。ナウル派遣隊迎撃。11月21日米軍マキンタラワに上陸。 ルオット発の救援立交隊の護衛を図るが、後天のため引き返し。23日マキン玉祭、25日タラワ玉砕。11月23日ミレシマ空襲、マロエラップ隊迎撃。11月24日翌日まで、マロエラップ隊の冷戦は、爆走して、マキン島の艦船に攻撃を実施。21機撃墜報告、16機喪失。 飛行隊長、巣を元なり隊員は、爆走で、動きが鈍くなり、被害が多かったため、飛びもしない、分かっていない者が飛べという機場の計画で部下をしなす、わけにはいかんと司令部に抗議する。11月下旬から12月上旬に頻発した、ギルバート沖航空船、マーシャル沖航空船には、不参加。12月に入ると、タラワから、マーシャル諸島各基地に、 米陸軍機による空襲が連日のように行われ、擁撃に追われる。12月7日各地の派遣先より撤退。マーシャル諸島北東にあり、米軍の進行可能性が最も高いマロエラップに集合する。稼働機30。12月25日マキン島飛行場を第281海軍航空隊、第531海軍航空隊と連合で、強襲。 1944年1月30日米機動部隊による、クエゼリン艦渉上陸事前空襲。マロエラップに、延べ90機襲来、機体復定。2月5日搭乗員、マロエラップ脱出。マロエラップに残留していたのは、くしくも、元山空だった第755海軍航空隊36名と252、空24名だった。旧元山空の残留者。 計60名は、755空に過労して残った、立候3機に分譲し、トラックに脱出した。252空で脱出したのは、副長船木中彩下の搭乗員で、司令流村体彩下の地上要員は残留した。離陸時、竜村司令は自ら発光信号を手に取って、さようならさようならと見えなくなるまで、発信し続けていたという。竜村司令は、 その後3月31日に戦死した。昭和19年5月、三沢飛行場の252空。1944年2月20日新司令に昇格した船木中佐の元再編作業を開始。第12航空艦隊、第27航空船隊に編入。定数48機。戦闘第302飛行隊。戦闘第315飛行隊。 戦闘第317飛行隊を新設柔道。3月14日、三沢飛行場、大港海軍航空隊、蒲山飛行場に進出。訓練、紹介に従事。時。6月15日27航戦は、横須賀海軍航空隊と連合、八万空襲部隊を結成。6月16日東号作戦発動、厚木飛行場に進出。以後、 散発的に伊洋島に進出。6月24日、伊洋島に敵機襲来。以後、断続的に空襲のため戦力消耗。7月4日この日の伊洋島空襲で、機体全損。作戦行動不能。7月10日、8万部隊残留勢力を再編し、第三航空艦隊を新編。解体した第301海軍航空隊を、 再編した攻撃第316飛行隊を編入。10月より台湾、フィリピン方面で都市号作戦が実施されることになり、252空は戦317飛行隊を残してフィリピンに進出することになった。伊王島の攻防は翌年3月の上陸戦まで一方的な空襲と散発的な迎撃で進捗した。11月。 洋島に残留する三航空艦部隊は、サイパン島アスリート飛行場の強襲作戦を計画し、参加部隊は、第1を建てたいと命名された。252空戦317飛行隊からは、0、1012機が、お建て隊に参加している。特攻ではなく、生還を前提とした作戦である。例、戦攻撃隊は、サイパン島攻撃後、パガン島に、不士義。 潜水艦で回収される計画だった。冷戦は国籍マーク以外すべて黒色に塗装されていた。10月18日まで、戦317飛行隊を除く戦301.315316飛行隊は、ルソン島マバラカット飛行場に進出。10月24日、霊手沖海戦に降王し、航空総攻撃。26機で護衛中。 敵機と遭遇し交戦。7機撃墜、11機喪失。10月25日撤退戦を上空支援、11機で出撃。10月26日タクロバンの敵輸送船団を襲撃。11月1日オルモックワン敵前輸送を上空支援。252空としてのフィリピン戦線は11月後半に終結した。 フィリピンの主力隊と目されていた201空の消耗が激しいため、比較的数が揃っている252空の飛行隊を編入して、両隊の維持を図ったためである。11月26日深夜、先行爆撃隊の一式立候と陸軍爆撃機100式偵察機が発進。11月27日午前8時、冷戦隊と最運発進。 午前10時40分、おたて隊は、アスリート飛行場を攻撃。奇襲は成功し、B-29 爆撃機4機炎上6機大破の、戦火を上げた。銃撃成功後、冷戦1機が収容に指定された、パガン島まで帰還したが、着陸寸前に墜落した。攻撃前にも1機が故障で不時着している。結果、12機前機が失われた。また、誘導。 戦火確認のために参加した偵察機、採運2機は1機が生還した。1944年11月15日戦闘311飛行隊を再編。硫黄島の戦317飛行隊と合わせ2個飛行隊編成。11月30日戦闘第301飛行隊を再編。3個飛行隊に増強。 12月25日戦闘301飛行隊が第343海軍航空隊解体に伴い転出。11月30日をもって戦301、1315、1316の3個飛行隊は201空に編入され、翌年1月の撤退までフィリピン戦線での航空作戦に従事した。一方、 252空には11月15日に、戦311、30日に、戦301の2個飛行隊が編入された。これらは、旧201空の飛行隊だが、フィリピンで解散した、初代飛行隊ではなく、内地で新たに編成された2代目であった。したがって25、252空の警府はここで断絶しており、撤退を経験せず、帳簿上の変更で内地に戻った。 1945年2月5日、編成変更。戦304、1308、1311、1313 13の4個飛行隊に改編。第203海軍航空隊から戦闘308飛行隊、戦闘313飛行隊が252空に、編入。9、第221海軍航空隊、戦闘304飛行隊を廃止。 新編戦闘304飛行隊を252空に編入。旧戦闘317飛行隊員を308に転籍。新編戦闘317飛行隊は第205海軍航空隊に重当。2月16日翌日まで敵機動部隊艦載機が関東に襲来。戦313を除く3個飛行隊で迎撃。 2月25日翌日まで敵機動部隊艦載機が関東に再来。迎撃。2月26日戦闘第311飛行隊を203空に編入。直ちに国部飛行場に進出。3月5日戦闘第308飛行隊を第601海軍航空隊に編入。3月上旬攻撃第3飛行隊を編入。 3月26日天号作戦発動、戦313飛行隊、攻撃3飛行隊は、不幸飛行場に進出。4月3日、沖縄沖の戦団に向け戦3 1 3爆走零戦0 0 4鉱山水星3で突入。4月6日、菊水1号作戦発動、戦313、鉱3は、第3お立隊を、結成、27機出撃。 9機喪失。4月7日、東京、名古屋に空襲。茂原に残留した戦304が迎撃。同日第3を立て隊、2度目の出撃。18機出撃、5機喪失。4月11日第3を立て隊、3度目の出撃。その後、第3を立て隊は、第752海軍航空隊に編入され、沖縄方面で消耗。 4月12日立川、郡山に空襲。茂原より4機で迎撃。5月19日名古屋に空襲。8機で迎撃。5月28日千葉県、茨城県の陸海軍飛行場を、ムスタング隊が強襲。10機で迎撃。この強襲で、茂原飛行場より、郡山飛行場への退避が決定。以後は、本土決戦に備えた、温存策が取られ。 氷山に必足して終戦を迎えた。4月12日の第1回空襲は迎撃する立場だったが、7月29日の第2回空襲は迎撃せず、8月8日の第3回空襲では252空が退避する氷山飛行場そのものが標的となった。翌日の空襲と合わせて4回の空襲を阻止することは252空にはできなかった。 終戦をもって252区は解散した。ありがとうございます。